この時間は日本対モロッコ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。日本国国歌お聞きいただきます。日本はこの試合 4-5-1 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟なバランスの取れたシステムと言えますよね。このフォーメーションの特徴でもあるトップをどう生かすかがポイントになってきますよね。なるほど、ワントップの役割ですか？そうですね、この場合ワントップは2列目以降の選手が飛び出してきたときにきっちりポストプレーをこなすことですよね。はい、まあ、トップも中盤のトライアングルの一員としてビルドアップに参加することで相手ディフェンスのラインを高くすることができますから、まあ、できたその裏のスペースにどんどん飛び出していく形ですよね。はい、日本ボールで開始の笛。日本対モロッコ、サイドの紹介です。向かって右のエンドから攻めるのがモロッコ、対して左のエンドを守るのは日本。古橋、これ仕掛けるか、抜けてくる。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう？教えてください。アキミでしょうね。彼の積極的な攻撃参加というのはチームの攻撃に厚みを出しますよね。あのスピードでサイドを駆け上がるプレーは楽しみですよね。自分でシュートまで持っていけますし、左右どちらでもプレーできるというのも彼の強みですよね。ぜひ注目したいですね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。ウナイ、中心ファウルを取りました。アムラバト、ウナイ、さあ仕掛けるか、スペースに出す。ここは大きくクリアの対応。ウナイ、シュート、セカンド拾えるか。ディフェンス、今のはよく体当てましたよね。いや、いいディフェンスでしたよね。ヘディング、いやー、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。町田、今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか？まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。
田中。日本は前半まだシュートまでいけていません。遠藤へ、町田。遠藤へ、町田。ここはいいプレスで奪います。アンヌシーリから右へ。さあボールはジアシュへ。いい展開ですね。さあ中央まで来た。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。橋岡、板倉、橋岡、堂安へ。いいとこ入りますよ。ソフィアヌ・ブファル、パスでつないで攻め込んでいきます。ソフィアヌ・ブファル、おいい形ですよ。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。田中、谷口、町田、遠藤。さあ左サイドへ浮かせてきます。町田、もう一つ前に行きたい。三笘、三笘、堂安へ上げてくる。ソフィアヌ・ブファル、右サイドへ振って、さあジアシュ、ハキミ、スルーパスを出す。いいボールだ。シュート、詰めてきた。来た、先制モロッコ。日本相手に先制点をもぎ取ります。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。落ち着いてセカンドボールを流し込みましたよね。おっさんのプレーですけど、落ち着いて決めてきましたよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて、視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。久保、これはよく止めました。これは素晴らしい反応でしたね。さあ左へ預けて、いや、今のキーパーを褒めたいですね。ナイスセーブでしたね。橋岡、久保、右サイド上がる。 There will be one minute at a time. ここはボールを下げる。アムラバト、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0。さあ前半いかがでしたか。日本としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、中盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。
日本対モロッコ。それでは続けて試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。日本としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。町田、橋岡、これは合いません。おっと、いいボールでしょ。シュート、すごい反応を見せました。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。アムラバト、さあボールはジアシュ。いい展開ですね。ハキミ、おいいですね。ヘッドだ、跳ね返ったボール。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。久保、ドアンへ、古橋から左へ、ハキミ、さあつながるか。ジアシュが受ける、クロスを上げる、橋岡。日本はここまで全体的にまだシュートが少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね。この後半は立ち上がりからもっと積極的に狙っていく必要もありますよね。シュート、なんと止めた。日本としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。ソフィアヌ・ブファル、裏のスペースを狙う、来た、チャンスだ、上げてくる、どうだ、頭、これはキーパー、浮き球を選択、どうだ、ゴール。おっと、しかしこれはオフサイドか。いやー、助かりましたね。審判よく見てますね。モロッコ仕切り直しです。両チーム同じタイミングで動いてきます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としてはシュートまで行く形がちょっと少ないですからね。相手が追加点を取り行く瞬間、そこを狙うカウンターのチャンス、ここは逃さないようにしたいところですよね。谷口から右サイド、久保、さあ左へ預けて、さあサイドのスペースへ。しかしこのボールはちょっと合わなかったか。追いかける、橋岡、アブデラザク、アムダラ。日本はこの時間帯を迎えましたが交代枠はまだ残っています。いいとこ入りますよ。さあボールはジアシュへ、ジアクロス入れてくる、決まった、追加点、モロッコ追加点が決まりました。これで差は2点。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあモロッコ、さらに1点を追加し2対0としています。モロッコとしては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいでしょうね。はい、
日本は先ほどの交代により残すはあと1回となります。シュート、シュミット・ダニエル。橋岡、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。日本が最後の交代枠を使います。彼は決定機を作れますからね、攻撃の起点になってくれるでしょうね。マズラウィ、マズラウィ上げる。日本はここクリアで難を逃れます。田中、森田、さあ右へ預けて。日本としては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。イムラン・ルザ、右サイドへ振ってここはカットします。三笘、ここでマッチアップ。アブデラザク・アムダラ、さあ右へ預けて。ジアシュが受ける、抜けてくる、中上げる、わずかに合いませんでした。アブデラザク・アムダラ、さあ左サイドへ。マズラウィ、浮き球を狙う、オフサイドです。田中から古橋。There will be three minutes at a time. ジアシュ、このボールに触ります。モロッコ、ここは時間を使います。ウナイ、試合終了、2対0、日本健闘及ばず、このゲーム敗戦となります。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。日本としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでした。